皆さん、こんにちは。雄大コープ代表の三浦雄大です。今日は GK ニュースを喋ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。さてですね、まあ今日は何を話そうかと言いますとですね、まあ皆様、皆様ご存知だろうと思うんですけどですね、あの、岸田総理がですね、あの、今度の9月のですね、あの自民党総裁選に出馬,せず出馬せずにですね、なんか退陣をするっていうですね、 まあニュースが飛び込んできましたね、はいまあ、岸田総理なんですけれどもですね、見せてと分かると思うんですけれども、まあ、岸田文雄さんなんですけれども、まあ、この人はですね、うんまあ、今度の2024年の9月末で、すね、まあ、自民党総裁からまあ任,期を任期を迎えて、ですね関係えば退陣ですよ、退陣、岸田内閣まあ退陣するわけなんですけれどもですね。 で、ま、ま、まだあの、誰になるのかちょっとわかんないんですけれどもですね。ま、今回の岸田内閣についてですね、ま、喋ってみたい。ま、自分の考えをですね、述べてみたいと思います。はい。ま、岸田さんはですね、ま、岸田さんはあの、2021年のですね、ま、9月にですね、ま、前の菅義偉さん、ま、後ついで、ま、そういうやりになったんですけれどもですね。ま、一応約、ま、3年間、ま、3年ぐらいやっててですね、ま、いろんなことがあったと思いますね。はい。 まあ一番のまあ出来事はやっぱ安倍さんがなんか、何、中立されて亡く,な亡くなったことですかね一番のまあ出来事なんですけど。まあ僕からすればそうなんですけどですね。はい。まああとあの、クライナ侵攻もあったと思うんですけどですね。うん、まあいろんなことがあったなーって言えばそうですね。総理だなって僕は個人的にちょっと思ってるわけなんですよね。はい。特に安倍さんの時はですね、あの、2022年の7月にですね、 まあ、安倍さんがですね、まあ、あの、山上にですね、まあ、襲われた事件があったと思うんですけれどですね。で、その後に、その時なんか国葬をなんかやったという、やったということでですね、うん。うん、まあ、いろいろなんか、まあ、か、考えるっちゃ考えるんですけれどですね、はい。まあ、あとはですね、なんだろうな、あとなんか、マイナンバーの保険証ですね、その、なんか、普通のその、 普通の健康保険証をマイラーバイ紐付けするっていうことをですね、考えてですね、なんかいろいろやってるんですけどですね、うん、まああとはなんか税金をなんか上げるみたいなことをなんか言ってたような気がしたんですけれども、うん、なんかもともとなんか岸田さんはですね、あの、聞く力をどうのこうのっていうなんか意味になって言ってるんですけれども、まあ、俺からすればですよ、なんか国民になんか寄り添ってない部分はちょっとあ,んまあったんじゃないかとと思いましたね、はあ、うん。 なんか、近ない、近い力もない力も、もうこれからすればちょっと大きいなっていうイメージはちょっとありましたね。はい。うん。まあ、あとはですね、まあ、頻繁になんか外交、なんか、外交はチェック、ま、もと外務団臣やってる人ですから、まあ、外、まあ、海外にはよく行ってるなってイメージありましたね。か、まあ、行くためにま、また行くのかよと思ってた部分はあるんですけどですね。 まあ、この人は海外好きだなーっていう印象はやっぱありましたね。はい。うん。まあ、あとはアメリカのバイデン大統領とまあ、仲を深めたっていうのもあるんですけれども。うん、あとはね。まあ、あとはあれですね。まあ、今年の1月だと、能登半島地震があったじゃないですか。うん。まあ、あの時もですね。 なんか、いまだになんか、能登の復興もですね、形、まあ、俺から見ればなんで、あんまなんか進んでないイメージちょっとありましたね。はい。うん、なのでですね、まあ、千田さんはですね、まあ、外国にはなんか強いんですけれども、なんか国内においてはなんか弱いなーって僕はイメージはあったんですよね。うん、なんか。ただそのま、まあ、3年まあ、3年もやれば、まあ、たいまあ、そこそこ長い方かなと思うんですけど、まあ、中には2ヶ月辞めてしまった総理大臣もいるんですけれどもですね、 うーん、なのでですね。もう、もっととそのなんかの国民に寄り添わないことがあってですね。あ、あとあれや、大事なことがあった。裏金問題で、裏金問題。で、自民党のその裏金問題もですね、なんか安倍派でしたっけなんか安倍派のその、なんかいくつかのなんか、西村さん、西村康と西村さんとか、あとは、は、萩生田さんとかがなんかお金を、裏金をもらって、どうのあと、世耕さんでしたっけあの人もなんか、 税金なんかその、自民党のチッ,クバックの、パーティー家のチックバックをもらってですよ。お金を懐に入れてしまうっていうこともあってですね。まあ、じゃ何か処分を受けたんですけれども、千田さんは何も処分を受けなかったっていうのが、まあ、ありましたね。はい。うんあれもですね、ある程度責任とは、僕はダメだと思うんですよね。いくら、あの、自民党総裁のうど長としてですよ。うん。なので、なんか、あんまりその、人ごとになんか思えてる部分はちょっとあったな、と思いましたね。はい。 でも今回、まあ、まあ、岸田さんが9月の下旬になんか辞めることによってですね、もっとなんかうやむやになってしまうんじゃないかなちょっとそういう恐れもあるんですけれどもですね。はい。うん、まあ、まあ、ひとまずですね、まあちょっと、まだ1回ちょっとあるんですけれども、まあ、まずはお疲れ様ですって、まあ、まず言いたいですね。はい。うん。まあ、あとは自民党のその、新しい総裁に、まあ、求めるものなんですけれども、 まあ、いろいろあるんですよ。まあ、物価高があるんじゃないか。物価高がいろいろ国民も多分苦しいんでと思う、思います、思うんですけれども、やはり国民寄り添ってくれるような人とかそういう大臣になってほしいなと個人的にはちょっと思いましたね。はい。うん、なので、個人的には、なんかいろいろ高市さんとか、河野さんとか、小泉さんとか、あと石場さんでしたっけなんかいろいろその、候補今上がってんですよね。あんで、うん、まあ、誰がいいのかっつうとですね、 うん、まあなんとも僕からちょっとまだ答え出ないんですよ、その、新しい総裁が誰がいいのかっていうのはですね。うーん。実際になったらでもこのザマでしたっていう、その、あるの、ある可能性も全然ありますから、なんとも言えないんですよね。だから、その今のその、総理大臣、これだっていう人は、まあ、こっち出てるといないんですよ、なんか。誰がいいかなっていうと。うんまあ、女性、まあ、まず女、まあ、 時代に沿う,うとしたら、まあ女性の総理大臣もその誕生した方がいいかなと思うんですけどですね。まあ誰か、うん、結構この中でですね、うん、まあはっきり言う人でしたら、まああの個人的なまあ考えなんですけれども、まあ高市、あの、元総務大臣で、あ、経済、ん安保、安保大臣でしたっけ確かあの、あの、高市さん。 高市さんも結構はっきり言うタイプだから、結構あの人もなんかいそ大臣に向いてるなと思いますね。まあ、か、まあ、あの、全員の中で、まあ、中でですよ。まあ、あとは女性でその上川、あの、もっとあの外務大臣でしたね。ま、あの方もですね、あの、2018年のあの、あのオウム審議長のですね、あの浅商工だけ、ね、朝原昌光たちを死刑に,あの死刑にあの、死刑にあの、署名した人なんですあの、あと、あと当時安倍内閣の元法務大臣だった人なんです。あの、上川さんっていうと。 まあ、あの方もですね、意外になんか、やったらはっきりなんかいろいろやりそうな感じはするんですけれどですね。はい。うん。なのでですね、もう、こっの総理大臣になる人はですよ、あの、こっと国民に寄り添うような人がなってほしいな、ちょっと個人的人と思いますね。はい。その、まあ、皆さんは誰がいいですかね。もう新しい総理大臣。はい。まあ、多分いろいろあると思うんですけども、まあ、誰がなってもですよ、その、国民のことを大事にすることが、大事にしている、 ことが大事だと僕は思いますのでですね。ぜひともちょっと今後新しいそういう大事に期待していきたいと思います。そんな感じです。雄大コープの雄大雄大したご視聴ありがとうございます。何かしら送ります皆さん。それでは。